こんにちは。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆様とつながれることを嬉しく思います。地球上には一日中いつでも注目を集めることができる場所がたくさんあることを私たちは知っているので、地球上でこれほど多くの皆さんの注目を集めることができて、とても幸運だと感じています。皆さんにもその事実を認識していただき、より意識的にどこに注意を向けるかを選択していただきたいと思います。他の人がその特定の主題、人、物事に注意を向けているからといって、自分もどこかに注意を向ける必要はありません。騒々しいから、あるいは何らかの形で魅力的だからといって、何かに注意を向ける必要はありません。何かに注意を向けることが自分にとって役に立つかどうかを判断するために洞察力を働かせることができます。それはあなたが持っている力であり、しばしば賜物とは見なされない能力です。しかし、もしあなたに洞察力の賜物があり、何かが共鳴するかどうかを感じることができるなら、あなたは本当に幸運です。もちろん幸運などというものは存在しないので、ここでも幸運という言葉を使います。この転生を自分で選んだとき、あなたはよく選択しました。そして、そうでない人も意図的にそのような経験をすることを選択しているので、彼らは眠りたいから眠っているということを覚えておいてください。彼らが24時間のニュースサイクルを見ているのは、その魂がその特別な経験をしたいと決心したからです。誰かを誤解したり、彼らがそうするからといって、その人を羊と呼んだりする必要はありません。その魂のレベルでは、彼らは自分たちが何をしているのかを正確に知っています。しかし、懸命に選択していない人々、または彼らが何に注意を向けるかを意識的に選択していない人々に出会った場合、あなたはそのような人々を自分の意識に引き込んでいるのには理由があることを認識する必要があります。おそらくそれはあなたが彼らに対する抵抗や判断を手放すためかもしれません。あるいは何にどれくらいの時間、注意を向けるべきかを実際にはできるだけ意識的に選択していないことを示すために彼らはそこにいるのかもしれません。一瞬大きな音に注意を引かれるかもしれませんが、その後これに集中する必要はないと自分に言い聞かせ、意識的かつ意図的に注意を別の場所に移すことができます。あなたは集中したものが拡大するという真実を聞いたことがあるかもしれません。また、注意を向けた瞬間にそれと調和して振動し始めるため、自分が集中したものと一体になることも真実です。従って、注意を払い続ける前に、これが私がなりたいものであるかどうかを自分で判断する必要があります。あなたがどうなるかは、外の世界にも反映されることになります。したがって、その瞬間に自分が焦点を当てているものをもっと見たいかどうか疑問に思うこともできます。これらは誰もが行うことができる意識的な選択であり、自分の現実を意識的かつ意図的に想像したいと願う人は誰もが行う必要があります。自分もそのような人々の一人になりたいと決心したら、自分の人生や自分の世界でもっと見たいものに注意を払ってください。私たちはアルクトゥルス評議会であり、皆さんとのつながりを楽しんでいます。